回のタイトルは SEC カルダノが未登録の証券であるという主張を撤回、フィーダー ETF の実現に近づくです。ぜひ最後までお付き合いください。 SEC は世界最大の暗号通貨取引所のバイナンスの米国部門に対する当初の申し立てを修正する予定です。規制当局はバイナンスプラットフォームに表示されるサードパーティの暗号資産に関する苦情を修正するよう求める予定です。この動きは裁判所がカルダノ、エイダ、ソラナソル、ファイルコインフィルなど多くのトークンの規制上の地位について裁判所が判断を下すことを回避することを目的としています。 SEC はこれまでこれらの資産はハウィーテストに基づく証券分類に該当すると主張していました。ご覧のように SEC は人気のエイダトークンにもクレームをつけており、資産の進展と受け入れを部分的に遅らせていました。規制当局の要請が認められ、規制上の主張がカルダノから削除されれば、エイダトークンは次の開発ラウンドに進む可能性があります。エイダ ETF は実現可能なのか。これは例えばカルダノの ETF の承認と開始がこれに当たります。多くのコミュニティメンバーは特にイーサリアムとソラナがすでに同様の手段を承認しているか、または承認しようとしているときにこのようなことを夢見てきました。規制の明確化はエイダ ETF の可能性にとって間違いなく障害となるでしょう。しかしこれは全て推測であり、規制の明確さだけでは十分ではありません。エイダ ETF の市場の潜在能力にも大きく左右されます。しかし今年のカルダノでの ETP の成功から判断すると需要に問題はないようです。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。